いろんな部分活動で、アイドルの舞台行って、はい、アイドルの舞台行ってアイドルさんが初演技でブワーって演技して、で途中ゲームコーナーがあって、うん、途中なんかライブが始まんのよ、組み込んで、はい、それがまあ地獄になんか行く話で、うん、3人のアイドルがなんやかんして地獄行くと、で地獄の最後のエンマ様になんか地獄行ってもいいよって言われたら地獄行けると、うん、でその行ってもいい条件が地獄フェスっていうのがあって、はい、そこで音楽のフェスをして本当にその楽器が良かったらいいですよみたいな、その中でさ、俺はもう申し訳ないけど招待席とかって見てたわけ、うん、真ん中より後ろぐらい、うん、でそのさアイドルを取り仕切ってる言ったらエンマさんが日替わりゲストなわけ、うん、その目つぶしでバーンと出てくるんよ、うん、そのエンマ様がさ、俺誰か知らんくて、うん、その日替わりゲスト、うん、目つぶしバーンブワーッて出てきて、しずるの村上さんやん、うん、ってなるやんか、うん、マジ観客300人、うん、しーん、いやこの人めちゃくちゃ人気なんやんと思ってライブスタンドでキャーキャー言われたのにめちゃくちゃ人気なんやん。いやいや、でもそれはだからそのなんていうの、変装とかしてそ誰か分からへんかったんじゃないの、そのゴリゴリ村上さん俺マジでショックやってめちゃくちゃ仲いいし世話なってるし、うん、人気ある時も知ってたから、俺さっき言ったの一番後ろで、うん、こうやって見てるわけ、うん、全員の反応が分かんない、うん、で村上さんが声ちっちゃめで、うん、よしじゃあフェスの結果を言おうかって言うねんけど、うん、村上やって気づいてんねん、うん、で全員の反応見てさ、うわっってこうなると思うやんか、うん、もうほんま肩一つ動かへん、みんなこうちょっと動いたなと思ったらちょっと座り直してるぐらいでもこれね、はい、ほんまにフォローするわけじゃないけど、うん、めちゃくちゃ演技うまいやっぱ、あ、村上さんがもうダントツ、他の芸人さんとか、うん、初めてのアイドルの子とかもう可愛いよ、みんな可愛い、うん、でハキハキしてるけど、うん、村上さん出てきてやっぱもうしまった、レベル違う、舞台がもう、うん、エンマエンマやん、だからその緊張感がそのなんていうその蔓延してそのお客さんにもこう伝わっていったんで、その緊張感というかエンマがもう実際でおるわけやから、それを村上さんがエンディングで言ってはったよ、うん、いや正直ね僕出てきて観客が真空状態になったんです、うん、これ 100% 受けるとこやんか、うん、ほんまふんわり受け、え100受けるとこやん、ふんわり受け、ダブルソフト、ふんわりふんわり受けてはるー